RER A線は、RERの5つの路線のうちの1つである。並行するメトロの1号線とともに、パリの東西方向の交通の大動脈である。歴史的な経緯のため、A1 の前線、サンジェルマンアンレイから、パリ市内と、東側は、ラットプの運営、支線の一部ナンテールプレフェクチュールから、北西は、フランス国鉄の運営。西へは、A1 が、都心部からラデファンスを通り、ナンテールプレフェクチュールで A3 を分岐し、サンジェルマンアンレイに至る。A3 は、ナンテールプレフェクチュールで A1 と分かれた後、メゾンラフィットで A5 を分岐して、セルジール王に、A5 は、ポワシーに至る。東へは、A2 が、パリリヨン駅で、SNCF のターミナルに接続した後、バンセンヌで A4 を分岐し、ボアシー山レジェールに至る。A4 は、バンセンヌから、ディズニーランドパリのあるマルヌラ・バレーシェシーに至る。A 線の開業当時は、RERの運営は、ラットプが行うことになっていたため、SNCF の既存の路線であった部分も譲渡されて、市内新設区間とともに、ラットプが運行している。しかし、後に、SNCF がRERの運行をすることになったため、後に開業した A3 と A5 は SNCF の運営である。そのため、ラットプの区間は直流 1500V、SNCF の区間は交流 25000V と電化方式が異なっていて、硬直両用車両が使用されている。1日あたり、平均乗客数は100万人を数え、世界の都市鉄道で最も乗客数が多い路線の一つである。そのため、既存の色明かり式信号に変えて、運転時確保を90秒にできる、車内信号、2階建て車両の導入などの対策が講じられているが、RER A線の延長が実現すれば、混雑は軽減されると予想されている。何年もの事前調査の後、1961年7月6日に A 線が起工された。路線の西部区間では、サンラザール駅から、サンジェルマンアンレイへ向かう在来路線を再利用、架空電車線方式により電化された。パリ都心部の乗り入れは従来のサンラザール駅に発着するのではなく、パリ市内を東西に横断する新たな地下線が建設され、ナンテール、ラデファンス、新駅オーベールを経由し、パリの中心に位置するシャトレレアル駅へ至った。路線の東部区間では、バスティーユ駅から、ボアシー山レジェへ向かうバンセンヌ線を改良した。ナシオンを経て、リヨン駅に向かう地下線が新たに建設され、従来のターミナルであったバスティーユ駅は廃止された。1977年、この西部区間と東部区間は、パリ市内を横断する地下線の全通により直結されて、RER A線となった。その後、東方の新都市マルヌラバレ及びディズニーランドに通じる支線及び西方のアシェールを起点とし、新都市セルジー・ポントワーズに通じる支線がそれぞれ開通し、ポアシーへの支線の運行も開始された。ありがとうございます。